リプレイを再生します。復習は大切ですからね。これはこれはフルアーマーバナージ君ではないか。仮面ライド、今日も元気に100の試合を100々実況しましょうね。今回は隣に30がいらっしゃる試合をまとめております。なぜかって特に意味はないでござる。隣が高校でもかたくなにファイティング選んでる私ですが、ここ最近はリンケージを選ぶことも多くなり申した。 L でも9倍乗せればなんとかなるのではという精神です。なんともならないかもしれませんが、まあ固定する時の練習も兼ねてるんですけどね。100で固定の練習をするとはこれいかに。それでは試合に戻りますです。お相手はエイジプーとやる系ですね。エイジプーが対面に来るとドキドキしますね。理由はお察しください。味方のフルアーマーバナージ君がトリガーハッピーだったら前に出ることも視野に入れたのですが、リスト真剣の伝承者スタイルだったので援護に徹しますです。バナージ君、どうしてそのシールドは飛ぶのかね。バナージ君の見てない方にちょっかいかけるなんでございます。ご了承ください。可能であればスーパーパイロットを引っ付けたいところですね。格闘芸術得意なイメージありますし、ここでバナージ君が確定タイムです。これならコロニーレーザーが来てもきっと大丈夫ですね。さてバナージ君の体力もあれですので後方でフラフラしましょうか。打ち上げ見えたので弾を送りつつ冷静に稽古としてリスクの少ないがもうダメですね。すいませんでした、すいませんでした。自分の行動の甘さを思い知らされたので逃げるとします。過ちを気にやむことはない。ただ認めて次の糧にすればいい。それが大人の特権だ。いい言葉ですね。いい言葉ですが、いかにもずるい感じが実にフロンタルですね。ここらで私も覚醒をしようと思うわけです。とりあえず近場にいるやる系逃げないで、お願い。強烈なプレッシャーを感じたので迎撃に移ります。罠にこの爆風怖い。このまま落ちそうですね。頑張って前に出ば。バナージ君聞こえているのならやめたまえ。相手が近いですね。変に逃げるよりやめ、やめろー。落ちるには若干早い感じですが、かといって下がっていいものか悩むタイミング。まあ落ちたらその時はその時だの精神でいきましょう。きっとなんとかなるさ。ここまで来るとやる系を落としても全然いいですね。選択できることはいいことだ。相手がどっかで崩れないか期待しつつ牽制してますが真剣がありませんね。やはり攻めないとダメだということなのですか。攻めるならやる系ですね。追いかけましょう。取った、ふーん。差し込みが決まり勝ちました。ちょっと行き急いだ感もありますが、勝てれば官軍ってやつでございます。自己主張型ズボック。復習は大切ですからね。戦場に嫁を連れ込むとはなんという。続いてのお相手はザビーネとヤル系でございます。略してザル系です。味方はダブル X でございます。特段弱くはないと思うのですが、あまり見ない期待ですねー。まあこのザクの方が全然見ないんですけどね。ブハハ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 。ひとしきり笑い終えたので試合に戻りますよ私は。ちょっと前に出過ぎましたね。ヤル系との全力殴り合いは危険がやばい。熱波で時間を稼ぎましてー。我々は逃走を求めている。一切の迎撃を考えずに逃げると容易に距離を取れるのが特格のいいところです。代わりに味方をダブロの嵐に放り込んでしまうのがもう、あれですね、あれですよ本当に。本気上手に使う人は距離感の塩梅が素晴らしいのですよね。ほとんど動画転がってないので確認しにくいですけど、ここでやる系が確定。なんだこの射撃速度、130ダメージなら非常にお安いですね。ガロード確定ですが、あの位置は助けたいところですが、ザビンネ怖いので諦めます。まだ今は救えない僕を許してほしい。許して、代わりにザビンネ落とすからね。これで勝ち筋作るね。確定決めたし、リスしてきたやる系を追うのが良さそうですね。特格たまるの待機室ぬ、味方のガロードが早々にリスキルしてくれて勝利しました。迷うことなくまっすぐ取りに行きましたね。このゲームは殺意の高さが大事だっておばあちゃんが言ってました。
ネオジオング時間旅行の途中で一年戦争時代に取り残されたバナージ君の図。お相手は解散とちょっと未来の私でございます。隣は再びフルアーマーバナージ君ですね。お世話になりますね。シャゲ見た方がいいかなと思ったのですが、足で終える分解散狙った方が良さそうな感じです。ヒタサブ怖いからね。仕方ないね。ちなみにオエバ大丈夫の精神でやってますが、仮にお相手さんがファイアナッツ上手に使えるタイプだと積みます。にそこならず、アキラはアキラで厳しそうですね。波形がね、格闘機だとね。しかしここで救援に行けば私の背中が蜂の巣になりかねないので、さて、なんと極斗拳、なんという足技だ。なんという3回蹴って200近く出すとかさ、ちょっと強すぎません？すっかり乱されてしまいましたね。これ以上食らうわけにはいかんので下がります。いや待てよ、バナージ君が仮に覚醒使うのを狙っているとしたら前線上げるべきなのでは。ならばこの私が水先案内人になることにしましょ。違う、私そんなつもりじゃ。まあ覚醒吐いた背中を打たなかっただけマシだと思いたいわけです。この解散信じられないくらい殺意高いですね。なんということでしょう。振り向きながらなんとか撃破です。シャゲはバナージ君に任せて再び解散を追いかけます。そのキャノンは危険なのでな。なんとかダウン取りまして、シャゲの反撃にバナージ君が巻き込まれたら大変なので一度合流します。救援完了。距離取られちゃったのでもう一度解散を追いかけます。これ最初から解散に張り付いた方が楽なのでは。まあ相性悪い組み合わせでそっちはよろしくね。ってのも厳しい話ですからね。致し方ないね。我々の勝利まであと少しです。我々は勝ちを望んでいる。バナージ君の追撃が突き刺さり勝ちました。追いかけ回した甲斐がありましたね。解散だけに、なーんつってブハハ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 ハ。バスターで盛んってすごくない？私はすごいと思います。というわけでお相手はバスター先輩とパイセン先輩です。隣はヒーローでございます。なんだかんだ相当に強い機体だと思いますよ。 TV0 なんとかグレートバスターを止めれればいいのですが、機体性能よくわかってないのが非常に怖いわけです。追っていいのかな。遠距離射撃機っぽいし、迎撃能力とかどうなんでしょ。ただ王にしてもパイセンが厄介ですね。はぁ、パイセンマジパイセン。味方のゼロを尻目にダメージもらいすぎるのもあれですので、今日も元気にヒット&アウェイです。ウェイウェイ。すごく余らせたので補充しましての、下手に前出てこれ以上ダメージ、ぬふぅ、もらっちゃいましたね。笑ってください。これ以上もらうわけにもいかん。クソみたいな火種ってやつですね。よしがたい。どうしましょ。前に出る。でも覚醒溜まってないんですよね。まあ焦っても仕方がないので現状維持な感じで頑張るぞい。特格はしっかり回します。終われないことを祈って。パイセンにタンクがラッキーヒットしてクラッシュできました。ナイスタンク、ナイスタンク。終われないようゼロの背後に回りつつゲーム再開です。しかしまあ味方のゼロも回避しつつ前衛張ってくれてますね。非常にありがたく。バスターにメインが当たり落とせました。やったぜ。状況的にこちらが有利ですが、この後どちらを狙うべきかってすごく悩みますね。パイセン狙ってゲームセットか、それともバスターに開口すか。まあこちらの調整崩されたらたまらん機会長なので慎重にやりましょう。今のバスターの弾が当たったことに非常にビビったのは内緒だ。赤ロ長いんですねバスター。あの武装的に当然といえば当然でしょうか。ゼロがバスターに突撃したのを見計らってパイセンがこちらに来ました。ね、違うんです、今のは違うんです。しかも覚醒中も撃破。笑うしかないですねこれは。まあ私が落ちるよりも先にゼロが落ちた方が状況的にいいですし、おっしズボックですり抜けつつ、まだ落ちるわけにはいかんですね。バスターの背後が狙えそうなのでちょっと欲張りまして、ダウン取ったので再び距離を取ります。ここでパイセンに突っ込まれたらちょっと危険ですね。危険が危ないです。最近思ったのですが、後ろズボって左右の食いつき弱い割に上下に結構食いつくなって、まあ狙って上下運動させることなんてあまりないのですけどね。悲しいね。
バスターの覚醒が見えたので弾を送っておきます。お相手はどちらもミリ体力、ゼロは元気で自分もピンチと、ちょっとこれは避けれないですね。復活の前、ここで私は考える、あのパイセンの行動を、彼女の狙いはコスオバとカシのウイニングビーム、しかしあの武装は足が止まる、ならばその足の止まる瞬間を狙えば、そこだーいやー、ダメ、死んじゃう？いい覚醒の防御補正を甘く見ていた、終わりました。ゼロがとどめを刺してくれました、肉を切らせて骨を断つつもりが、とんでもねえ大怪我です。めっちゃミサイル飛んできてる。一つの船に男女共同で生活をしていればトラブルも起きてしまう。ノックをしなかった僕が悪いのか、鍵をかけなかったノレドが悪いのか、何にせよいろいろあって僕は着替え中のノレドを押し倒してしまった。慌ててその場を離れようとする僕の耳元にノレドが育児なしなんて囁くものだから、ついついフォトンバッテリーがフル起動してしまった。勢いに任せてノレドをくんたらしようとしたところに聞こえたラライアさんの叫び声、その方向に目をやると顔面に刺してマルチチュミーの姿が。次回、Gのレコンギスタ。男の差が。当たりどころが悪ければ、死んでいた。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。